食器のことなら器屋さん、須藤慎一郎がお送りする器屋さんチャンネル。今日のお話はチャーハンを盛り付けるお皿の選び方。チャーハンってこうなんかドーンと一品料理のイメージ強いんですよね。まあ散々飲んで中華料理でいろんなもの食べた挙句にチャーハン、炭水化物取っちゃいけないとはいえ美味しいですよね。最後のこうチャーハン食べるのはね、あのスープと一緒に食べると美味しいです。でもまあご家庭ではですね、まあ簡単な昼ご飯のイメージが大きいんじゃないかなと思います。昨今ですね、冷凍食品もすごく美味しくなっているので、冷凍食品でチーンとしてそのままさっと乗せるだけなんていうのもできますしね。で、今日は、ご家庭でフランクにも使えるけど、チャーハンをこうやって盛ると結構かっこよく見えますよ。そのお皿をどうやって選べばいいかなってお話をこれからしたいと思いますので、最後までどうぞ見てくださいね。はい。で、今日の結論ですけど、これが今日の結論です。これから詳しく説明していきますね。はい。今日もまた3つのポイントでお知らせします。1つ目、形と大きさ。2つ目、素材。3つ目、色でお話をしたいと思います。1つ目の形ですが、形はシンプルな方がいいです。つまり、丸がいいと思います。もちろん、オーバルも悪くはないですけど、丸がいいかなっていうふうに思います。でもあんまりとらわれる必要はないので、お好きな形を選んだ方がいいかな。ただ丸いのは皆さんお手元にお持ちだと思うので、それをできる限り流用して一つの器でたくさんの用途に使っていただくっていうのが僕は個人的にはいいかなっていうふうに思います。で、今これ見本っていうか私が提案する、まあいいかなと思うお皿と盛り方なんですけど、だいたい直径が21センチぐらいですかね。21センチぐらいで若干深くなっているですね。これだけある、こういうものを選んでます。で、こういうサイズっていうのはあまりこう形はあまり取らなくてもいいですけど、深さっていうのがある程度あると持った時にこういうイメージになりますね。これ真ん中もうちょっと持ってももっといいんですけれども、こういうイメージです。ところがこういうお皿、真っ平らなお皿いいんですけど、無理にこういうふうに持ってあげないとあんまり綺麗です。ぺっちゃんこになっちゃうんですよね、見た目が。で、お皿もぺっちゃんこなので、本当にぺっちゃんこが平らな風になってしまうので、私的にはあんまりお勧めしません。なので、まあ、あと中華料理でも例えば何人分とか出てくるのはこういう白い業務用のお皿を持ってきてみたんですけど、こういうものにドーンと乗ってくるわけですね。でもご家庭ではそうではなくて、例えばこういったものでちょっと深さがあるお皿、真っ白に近いんですけど生成りでちょっとは深さがあるお皿、和っぽいんですけどそこそこ深さがあって使えそうなお皿、それからこれもやっぱり深みがあって、本来カレーパスタのお皿なんですけど、こういうのでもチャーハンは流用してもらっていいと思います。ちょっとグレードアップするとこんな形のもの、これでも十分深さもあるので、割とここの出っ張りのとこまで盛るか盛らないかギリギリにしても結構入るのでいいかなっていうふうに思います。はい、今形と大きさの話を1点目お話し差し上げました。ついで2点目ですけども、素材です。素材は陶磁器、全般でいうと磁器というものをお使いになると楽かなと思います。食洗機にも入りますし、手でももちろん洗えますし、ガシガシ使うことができるので磁器を使った方がいいと思います。おすすめしたのをもう一度ご覧ください。これです、磁器ですね。はい、こういったものがいいかなと思います。で、またですね、陶器でもこれは悪くはないと思います。結構高めの居酒屋だとですね、陶器にチャーハンが盛られて出てくることもあります。これはまあ陶器ではないですが、陶器風ということで言うとこんなものに盛られてくることもまあまああります。いいですよね、これでチャーハン、ちょっと黄色とか赤とか色が入ってるものだったらいいんじゃないでしょうか。ちょっとやってみましょうか。はい、こんな感じでよいしょ。大きさが今一回り大きく見えますけど、実際盛る場所はほぼ同じぐらいのスペースですので、大体盛った感じは似た感じになります。
はい。こんな感じで1つ目は形と大きさ、2つ目は素材の話をしました。3つ目の話をします。色です。色はですね、白がいいと思うんですけど、白でもまあこういうふうに何度も業務用の紅葉皿では家庭では味気ないので、白でも、デザインがついたもの、それからパスタカレーに使うようなこういったもの、同じ白でも単色でもちょっとクリームがかったようなパールっぽいクリーム、だからちょっと和っぽい感じの小引きっぽいクリームというかアイボリー、こんな色がいいかなと思います。でちょっと形はあまりおすすめしないですけど、例えばブルーとかグレーとかでも結構チャーハンの色は映えるので考えて使ってください。こういうのの鉢なんかに入れる場合もありますので参考にしてください。今日はですね、チャーハンのお話をしてますけれども、皆さんのお宅ではどうやってお使いになっているでしょうか。どんなお皿をお使いになっているでしょうか。今パパパッと、6つ7つお見せしたんですけれども、ちょっと変えるだけで食卓の雰囲気もガラッと変わりますので参考にしてください。それでは復習です。今日の3つのポイント、チャーハンを盛り付けるお皿の選び方、形大きさは丸かオーバルだけど丸が楽ですよと、それから素材は磁器が使いやすい、色は白っぽい色が使いやすい、もし青白っぽい色がベースなら周りに柄がついているもの、それからそうではなかったらクリーム色とかパールホワイトとかクリームミルキーとか、それからあとは小引きホワイトとかアイボリーとか、そんな感じの色を選ぶと使いやすいですよというお話でした。でもチャーハンって中華料理のイメージが当然皆さんあるので、もし、アナザーワンというか別の一つとしたら、メラミンとか陶器で周りに色がいっぱいついているのも持つのもいいかもしれません。ただ私はおすすめするのはこのような形で和でも洋でも中華でも受け付けるようなデザインと柄がついているもの、こういったものに盛り付けるのが一番おすすめかなっていうふうに思います。はい、今日のお話いかがだったでしょうか。面白かったよって方は高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。またいろんな質問があったらコメント欄にぜひお願いします。最後になりますが、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではチャーハンを盛り付けるお皿の選び方、食器のことなら器屋さん、須藤慎一郎がお送りした器屋さんチャンネル、今日はここまで。それではさよなら。